結果、ちなちゃんとこに行ってる、行ってました、さっきまで。で、う、まるまるって、うん、あの、あれ、やってきた、コメント。人の配信覗くのって楽しいよね。わかる?わかんない。なんか私は配信する側だからか。キッカさん、なんか調子良さそうですね。そうかな、調子良さそうかな。ちょっとね、お友達に昨日爪をやってもらいました。オーロラネイルみたいな。かわいい。なんかテンション上がることの一つです。オーロラネイル。キラキラです。これがキラキラ。真珠じゃんってきてる。あ、爪より傷が目立つ?そう。こうやって爪見せようとすると、一週間前に、ちょうど自転車でこけて怪我したんですけど、一週間で、私、完治します。生命力を感じる。自分の体に。あんなに、生肉見えてたのに、今もう、乾燥して逆に痒いぐらいです。痒い時期に入ってきて。でも、自分の生命力すごい高い。みんなも気をつけてください。ちょっと今は謎に中指がめちゃくちゃ痺れてます。うん。みんなも怪我気をつけて。若いから治りが早いって。若いから治りが早いっていうのは、そういうものなのかな?みんな怪我とかさ、まあ、例えばじゃ手首切っちゃった、手首じゃない、手切っちゃったとかさ、ピューラーとかでさ、包丁とかで切っちゃったって言ったら、治り遅いの?みんなの年齢知らないけど。ミポンズさん、ちなちゃんから来ました。朝日見てた私の配信者のとこから、ありがとうございます。ピーラーで手を切るの?なんかそうらしいですよ。私も最近知ったんですけど、そのお友達も手切ったことあるって話をしてた時に、ちょうどなんか餃子パーティーみたいなのをしてた時にニンニクをすってたの。ピューラ?ピューラじゃない。ニンニクとかするやつ。あれピューラっていうのかな?ギーコーギーコーみたいな。すり器。おろし器みたいな。六本木クラスじゃなくて、なんていうのああいうの。六甲おろしっていうのかなああいうの。なんていうんですかね。ニンニクとかするやつ。あ、おろし金か。おろし金で切る方が多いって、その先生曰くそういう感じらしいです。それで駆けつけてくる患者さんがすごい多いんだって。おろし金っていうの?おろし金?おろし金っていうのかな?これ、なんていうんだろう。傷の治りが早いのは体質にもよるんだって。へぇー。この間低温やけどになったけど治りが遅いです。人によるみたい。私はすごいなんか生命力ですごいいろんな物質をさ、体が出しててさ、多分感知がすごい早かったんですけど、みんなも気をつけてください。さあ、ギフト早速いただいてます。ありがとうございます。ターボーさん、元気さん、カツオさん、クマさん、おつずしろさんから、そしてハッピーニさん、アカシのポチさん、シュンさん、伊達むすび丸さん、カズオさん、セセリさん、ターボーさん、ソフィラさん、ジェイユスヨムさんからいただいてます。ありがとうございます。そして、花地さんからもいただいてます。ありがとうございます。今日は、朝7時ぐらいに、今めちゃくちゃ眠いんですけど、アコチーさん、ありがとうございます。私今日、釣り行ってきたの。船とかじゃない、釣りが好きなんですけど、今日はお彼岸から、お彼岸、あ、私今すっごい話が全然言えないの。お彼岸からじゃなくて、海岸式じゃなくて、なんて言うんだろう。池堀?池すに、魚が、養殖の魚がいて、それをそっから釣り堀みたいなところ、千葉にあるんですけど、そこに行って、鯛を今日たくさん釣ってきました。インスタグラムのストーリーの方にもアップしたんですけど、もうね、今、大きいの、あれ何センチだったんだろう、別に、
魚拓取らなかったんですけど、大きさ、すごい大きいのもバンバン上がってて、青物も上がってて。私は5匹釣れました。大きいのが1匹と、あと、ちょっと小さいぐらいのが4匹。で、先ほどさばいて、今に至るわけなんですけども、ね、みんなに、ね、さばきながら配信しようかと思ったけど、ちょっともう時間ないからいいや、ということで。5匹の鯛は、全部今使い切って、鯛飯。あ、食べたの？食べたよ。鯛飯で食べて、さっき食べたんですけど、鯛飯と、あと、漬けマグロにしました。つけて。漬けマグロにして食べてます。漬けはどうするの？そのまま食べるのはすごい、結構大量に作ってあるんで、漬け。4匹分ぐらいあるんで。漬けマグロは、あれかな？ご飯の上で明日の朝食べるか、ね、お酒と共にちびちび食べるか、今。鯛茶漬けにしようぜ、だって。あ、漬けマグロ？漬け鯛っていうの？これ。鯛漬けっていうのかな？ほら、魚さばけちゃうところとかいいっすね、なんてよ。でしょ？もうだから今日はハッピーです。だから今すごく眠いんですよ。今日お魚釣りに行ってきました。楽しかったな、久々の、だから釣りが、まさかの釣り堀、よく行く釣り堀、連れてってもらう釣り堀なんですけど、めちゃくちゃお得だと思うんだよね、あそこ多分。すごい。今日は結構バンバンみんな上がってたから。吉川さんのインスタグラムにいいねしてきました。ありがとう。今日はだから暑かったです。台風も過ぎ去って、秋晴れっていうんですかね。秋晴れがあったので、すごい、ちょっと焼けたかもしれない。そう、台風って言えば静岡大丈夫じゃないことは確かなんですけど、これ配信見てる人で静岡の方とかいるのかな？大丈夫なのかな？結構大変ですよね。また台風17号とかも発生してみたいなので、気をつけてください、引き続き。さあ、ギフトコッシーさんからハート、そして伊達結び丸さん、竹春さん、花地さん、ユーフレカッコリさん、コッシーさん、花地さん、JSM さんいただいてます。ありがとうございます。上海ジムさん、ありがとうございます。静岡今めちゃくちゃ大変ですって。引き続き気をつけて。さあ、おちゃぶさん、ジュリーさんからギフト追加でいただいてます。ありがとうございます。てか、ちょっとこのタイ漬けを食べながら、今日はお便り読んでいきたいと思います。お便りくださった皆さん、ありがとうございます。まず、しげおさんから。きっかちゃん、お元気ですか？お彼岸も終わり、間もなく秋が訪れようとしています。僕は秋の夜長を楽しむために、U-NEXT という映画の配信サービスを申し込みました。簡単に申し込みができ、すぐに映画を見ることができ感激です。これからは大好きな女優さんの映画を毎日自宅で楽しめると思うと、とてもワクワクします。きっかちゃんは何か映画の配信サービスに加入してますか？しているよ。そりゃ、みんな、でも、いろんなのがあるじゃないですか、配信系って。映画の配信系。全部入ってる人も、もちろん、いるけど、ほら、Hulu とかさ、一番最初に出てきたのは Hulu だよね。今、ネットフリックス、アマゾンプライム、ユーネクスト、最近だったらもうディズニープラスとかさ、私大体入ってるんですけど、まだディズニープラスだけは悩んでます。
ディズニープラスね、入りたいような、入りたくないような、見るものがあるかないかわかんないから、今検討中です。U-NEXT はアフターファイブと白と黒の同窓会あるじゃん。あ、そう、私も出演させていただいてる映画が U-NEXT ありますね。ぜひ見てください、重雄さん。もう見てるかな？さあ、初見、マサさんありがとうございます。さあ、ギフト、ゆいたろうさんの沼千代さんいただいてます。ありがとうございます。あ、ディズニープラス解約しようっていう人いる。ディズニープラスはあんま、毎月新しいのが配信されないらしい。そうなんだ。なるほどね。なんか、うってつけの情報、よりどりみどりな情報が来た。そうなんだって、これから入ろうと思ってる方。面白いですよね。でも、いろんな映画があるから。さあ、続いて、803から、キッカ、こんばんは。秋に変わるこの時期では、自分は道端で真っ赤な花を咲かせている彼岸花をよく見かけます。この花は別名、マンジュシャゲとも言い、仏教用語で天下の花という意味もあるそうです。吉川は今年どこかで彼岸花を見かけましたか？都会でも咲いてるのでしょうか？ん？待って、今調べる。彼岸花って何？お彼岸の方に咲く花？さあ、ギフト、かっこつたん。ありがとうございます。彼岸花って言われてみんなわかります？彼岸花。彼岸花ね。あ、彼岸花は東京咲いてないかもしれない。これなんか高級なとこに咲く花じゃなくて？都内には咲いてないな。あ、彼岸花は毒があるんだって。そう、赤い、これなんて言うんだろう。赤いやつ、赤い花っていうか芸術っていうか、なんて表現したらいいかわかんないですけど、でも、いかにもこれは触ったら毒があるぞっていう風貌はしてます。彼岸花は9月の田んぼ脇でよく見かけます。だって。道端に咲いてるようだって。茨城では見たことないです。都内でもだから見たことない。駅前の道端にたまに咲いてる。だって。近所に白い彼岸花咲いてます。よくお墓に咲いてるよね。だって。あちこちで見るっていう人もいるけど、都内で見たことある方いらっしゃいます？東京で。そう、見たことないかもしれない。田んぼや畑のあぜ道に植えるんだって。庭にバンバン咲いてますっていう方。あ、東京でも咲いてるよ。だって。彼岸花の毒は根にあるんだって。根っこの方に。彼岸花はあまり意味を持たないらしい。さあ、初見、Q さんかな？ありがとうございます。知らないです。彼岸花、覚えよう。でも根っこに毒があるから気をつけようってことだね。お花ね、秋のお花。もみじか、それ、あ、最近、あれだ、もう臭くなる時期だ。臭くなる時期。銀杏が落ちてる、ちょくちょく。早い？この間落ちてたよ、黄色い玉。ね、もう秋です。ほんと、あっという間。初見、さっき、トゥーさんじゃなかった。トモさんだって。トモです。よろしくお願いします。あ、止まった。なんで止まっちゃうの、これ。へえ、
画面が止まったよ。なんでですか？こんなんなってるじゃん。私大丈夫？これ止まってたよね、今ね。今止まってたよね。わかるよ。止まった？止まってない。私だけだ。じゃあ画像止まってた、今。怖い。独り言ずっと言っててよかった。恥ずかしいこと言わなくて。怖っ。キッカの変な動きしてるのが見えてる。だって。怖い、これ。怖っ。何今の。よかった、変なことやんなくて。恥ずかしい。ヒロヤン、おひさ、左手治って落ち着いたと思ったら今度は流行り目だよ。泣き泣きって来てます。何流行り目って。と思って、流行り目ってみんな知らないでしょ。結膜炎だ。ウイルスによって引き起こされ急性の結膜炎。角膜炎。別名、流行り目って言うんだって。感染力が強いらしい。私、しょっちゅうなってるから大丈夫だよ。多分、ストレスじゃない？疲れてんの。ストレス社会で生きてるから、みんな。いっぱい直してください。ほら、みんなストレス社会に生きてるんだよ。頑張って。流行り目って言うんだって。ほんと、お大事にって。大丈夫じゃないな、それだって。大丈夫じゃないみたい。疲れて免疫力が下がった状態。なんか、とにかく寝るに尽きるんだけど、寝る時間もないぐらい忙しいなら、もう薬に頼るしかないと思う。ビタミン注射打つとかかな、もう。ね。ちょっと早く直してください。さあ、続いて、厚切りかまぼこさんから、大金持ちになるにはどうすればいいと思いますか？という一文だけ来ました。これは、なんて書いてある？大金持ちになるにはどうすればいいと思いますか？ですって。大金持ちになるにはどうすればいいと思うの？難しい質問だよね。大金持ちになるにはどうすればいいの？みんな。内臓を売りますって。大金、大金って書いた紙を持つ。大金持ちっていくらのことかしら？はてな。これはだから人の価値観によるんだよね。石油を掘り当てる。ね、でも大金持ち、難しいよね。来世に期待って来てる。あ、ほんと、来世。みんな来世見てもらったことある？またこういう話すると、壺を、本当にこの子大丈夫かって思われて、壺を買わされそうになるたびに、もう、事務所心配しちゃうから、こういう話ばっかりするからさ、私さ。株とかね。NX だっけ？トレーラーみたいな。なんかそういうのよくわかんないんですけど。あれもね、FX だ、FX。NISA。申し訳ないけど私、知ってるよ、NISA。いでこと兄さん知ってんの？みんな知んなかったでしょ？私ね、知ってんの。最近ちょっとね、それについて、やったから。入ってないんですけど、一応、触れたことがあって、仕事で。積み立て兄さん、そう。お金入れてるの？兄さんって。財テクっていうのかな。このなんかね、積み立て系って皆さんやってます？なんか、周りのなんか主婦のお友達とかも、
イデコとか、積み立て系のやつは、結構、やってるみたいで、なんでやんないのっていう話をします。積み立て兄さんじゃなくて、積み立て兄さんね。難しいよね、でも。ちょっと難しいっちゃ難しいけど。ね、なんかあるの、そういうのが。で、本題の大金持ちになるにはどうすればいいと思いますかはもう、難しすぎるね。答えがありません。もうコツコツ積み立てるしかないよ。答えられません、この質問。頑張りましょう、一緒に。さあ、続いて、ピロリンさん。キカちゃん、お疲れ様です。この前ちょっと聞いた話です。キカちゃん、蛙化現象って聞いたことありますか？あれ？なんかその話前も出たことある。最近の10代の女子によくある恋愛に関することだそうです。例えば、片思いの好きな人がいて、その相手から好きって思いを返されたら、逆にその相手に対して嫌悪感を抱いてしまう。両思いになった途端に恋愛感情が冷めてしまうといった心理的な傾向を意味する言葉だそうです。好きな人が自分を好きって分かった瞬間に相手が嫌になるってどういう心理なんでしょう。最近の10代の女子にはしばしば見られるそうです。なんで蛙化っていうかは長くなるので書けませんが、検索したら出てきますんで、もし興味があれば調べてください。ピロリンさんがいただいてます。ありがとうございます。知ってます？蛙化現象。なんか前、何週間前にこの話題、ちょっとショールームでも言ったけど、蛙化現象。あれ、なんかそんな話をした気が。好きな片思いの人に好きって言われたら冷めちゃうっていうやつなんだって。天の弱かって。でも今の最近の10代の女の子はしばしば見られるらしいです。ああ、オタクから好きって言われたアイドルみたいだって。そういう置き換え方ができるのね。恋愛過程が楽しいんでしょって来てます。なんか、私はさ、その恋愛とかじゃなくて、物事すべてなんだけど、一から作り上げていく過程が私好きなんですよ。箱に詰めてとか、注文してとか、なんかわかる？そういう、アマゾンで言うと、棚から取って、伝票を書いて、箱に入れて、みたいな。そういうのが私好きです。だからそれは過程っていうのかな？何の話したんだ、今。手が届く存在になるとつまんなくなるの。買い物も買うと興味がなくなるパターン。私、そう。手に入れたら結構冷めちゃうっていうか、まあ、小物系とか、欲しい、ずっと欲しいと思ってたものとか、すぐ飽きちゃうタイプです。物は。でもこれ蛙化現象なんだって。蛙化現象、もったいない。さあ、ギフトコッシーさん、ミューピーさん、クマさん、ミューピーさんいただいてます。そしてミンミハンさんいただいてます。ありがとうございます。満たされると興味がなくなる。難しいね、生きるって。さあ、続いてドラと呼び出しさん。通常配信以外の配信たくさんありがとうございます。あ、月曜日10時からが正常配信なんですけど、あ、通常配信なんですけど、それ以外にも結構配信したりとか最近してます。はい。通常配信以外の配信たくさんありがとうございます。ニトリのスマホ毛布は進展あったでしょうか？こういうだらしないグッズが好きです。そう、その通常配信じゃない、おとといぐらいに
配信したときに、ちょっと気になるものっていうのであげたのが、ニトリの商品で、スマホ毛布だったっけな？そう、スマホ毛布みたいな名前の商品があって、それがすごい気になるんだっていう話を、買いに行こうか今迷ってるんだよねって話を一昨日ぐらいにしたんですけど、全然買えてないです。まだ現物を見に行けてないので。そう、普通に毛布あるでしょ、冬やるね、毛布。毛布で携帯触るとすると、こうやって腕を出さないといけないじゃないですか。でもそしたら寒いから、それを寒くないように叶えるのがスマホ毛布みたいなやつで、ここまでちゃんと毛布かぶれるんだけど、ここぐらいから手が出せるの、穴があって。で、そこで、ここまで毛布かぶってるのに、携帯がいじれますよっていう、グッズなんだって、これ。スマホ毛布。人をダメにする毛布的な？ダメにはなんないと思うけど、でもなんかそういうのがあるの。スマホ毛布。風邪ひかなくていい。今調べた。スマホが操作しやすい毛布なのね。そう。見てきたけど、あれは欲しくなるね。だって。お、もう見てきた人いたんだ。欲しくなるね。だってよ。ほら。ちょ、誰か買って。使ってみて。感想教えて。まだちょっと冬はこれから到来なんで、ちょっとみんなの一回レビュー見てからにするわ。それ、最終的に穴から腕出すことすら寒がって動かなくなりそう。あ、ほんとそうかも。あ、ほんとだね。よくよく考えるとそうだね。ゲームやるときとかいいかも。だって。でもほんとでも、いいんだよ。私最初見たときに、あ、いいなと思った。ね、キャンプのときとか使えるかなと思ったの。そう、寝るときはさ、別にさ、部屋あったかくして寝るからさ、別にいいんだけど、キャンプのときとかに焚き火してるときにこうやって毛布かけてさ、そっからこうやってジュース飲んだりとかできるためにいいかなと思って気になってたんですけど、誰かちょっとレビュー使ってみて、レビューちょっとお願いします。オタクからモニター募集。あ、そういうのをモニター募集っていうのか。ちょ、お願いします。どなたか。使った感想待ってます。さあ、初見、ロココさん、ありがとうございます。さあ、ギフト、ミューピーさんからいただいてます。ありがとうございます。でも、おすすめです。キャンプに行くときは携帯持っていかない。聞くわ、耳赤いぞってきて。ほんと？赤くないけど別に。あ、そうだ。10月1日に単独ライブが表参道の方であるんですけども、そちら配信がもう決定してます。配信、ツイキャスで配信が決定してます。1時半からと5時半。ツイキャスで配信しますので、ぜひ皆さん、来れない方、見ていただけたらなと思います。販売スタートしてますね。はい。販売スタートしましたので、ぜひ、よろしくお願いします。お時間ある方、見てください。配信あります。ツイキャスです。さあ、初見、けんちゃんさん、ありがとうございます。夜公演チケット買いました。ありがとうございます。重要情報って。タイでも食べよう。夜公演行こうか。健康中、見学中。あ、とにかく眠いって。でも、寝るときに寝なよ。寝れるときに。今日釣ってきた鯛を。お裾分けしたい、みんなに。でも、
美味しいです。全力坂は今夜か。明日ですね。全力坂の、告知がね、来てたな。火曜日の1時20分だったっけな。明日かな、明日の。インフォマーシャルっていうのに出させていただいてますので、ぜひ見てください。さあ、初見、杉氏さん、ありがとうございます。あ、今日の夜、深夜1時20分。え、違いますよ。明日、今日月曜日でしょ？スケジュール帳には火曜日の1時20分って書いてたから。あ、今日だ。あれ、今日かもしれない。わかんない。火曜ザナイトの出演って来週でしたっけ？もう終わりましたね。火曜ザナイトの方は。はい。いや、今日かな？日付変わって、明日に、1時20分だから明日。だから今日の1時20分。あ、今日なんだ。なんか、カレンダー表には間違って記入してたのかな。スタッフアカウントでもアナウンス出てましたということで。てっぺん過ぎたら火曜日。そう、そうだ。じゃあ今日です。見てください。見れる地域の方。さあ、ギフト。みゆぴんさんいただいてます。ありがとうございます。インフォマーシャルって何？これ英語わかる人わかる？インフォ。で、マーシャルっていうのは多分コマーシャルから取ってると思うんですよ。コマーシャルって CM ってことでしょ？インフォメンセンターってさ、迷子。道を教えるとかのことで、インフォメーションセンターとかってあるじゃん。スーパーとかさ。インフォメーション。教える CM？ だから、教える CM ってことじゃない？インフォマーシャルっていうのは。ほら、インフォメーションとコマーシャル。で、インフォメーション。造語なんだって。インフォメーションとコマーシャルの造語。インフォマーシャルは番組内の CM。わかりやすい。番組内の CM です。私は走りません。はい。CM っぽくない番組みたいな CM らしい。わかる？ CM っぽくない番組みたいな CM。ありますね。見たことある。私もそれ。画面切り替えを、なんかチャンネル切り替えを避けるために作ったんだって。へえ、すごい。長い CM です。結構一日がかりの半日ぐらいで撮ったんですけど、あるものを紹介してるので、ぜひ。すっぴんでした。ガチすっぴんっていうより、ちょっとまあ、くすみとか消してもらってますけど。番組のふりしたコマーシャル。あ、全力坂は毎回見てます。その中の、はい、CM です。ぜひ見てください。よろしくお願いします。何飲んでるの？って。あ、普通に、これは柚子かな？柚子ソーダみたいに飲んでます。そんな飲み物気にする？
今日暑かったから。今日はおでこデカデカですね。明日も暑いかな。私は明日決めた。明日、夏用のカーペットと冬用のカーペットを取り替えるために、夏用のカーペットから洗濯物にかけるっていうのを決めました。もうだいぶ寒くなってきてるので、冬物に徐々に変えてきます。また台風来てるんで、雨も降ってくると思うから。今週いっぱいはいいお天気だって。明日出かけるなら交通規制に気をつけてねって。そう、明日国葬なんですよね。交通規制がすごかった。今日もいろいろ規制してたのかな。今日ぐらいからわかんないですけど。だから結構ダイヤじゃないか。交通系が乱れてるのかな。ね。都内は大変だ、なんて。だから警官の方がいっぱいいるから、自転車は律儀よく乗らないといけない。いつも乗れよって話ですけど。ゆうちゃん知ってるよ。知ってるよ、国葬。知ってます。もちろん。明日だっていうのは最近知ったけど。すごいね、でもね。テレビでは放送するのかな、国葬。するのかな、わかんないね。平日に武道館公演。公演って言ったらあれですけど。すごいよね、なんか。明日は武道館あたりおまわりさんだらけだ。だからその辺の近くで働いてる人は大変かもしれない。大変なのは都内だけなんだろうけど、そうかな。でまたでも明日はいろいろとそういうニュースばっかりだ。ほら首都圏の高速道路規制するってよ。大変、車の人は大変だ。気をつけてください。やりすぎ都市伝説見たって話急に変わってる。見てません。こんな感じでお便り全部読み終わったと思います。お便りくださった方ありがとうございます。さあ、ギフトくださった皆さんもありがとうございます。あ、タイいいなって。今日は釣ってきたタイを食べながら。何日持つかな。明後日ぐらいにはもうなくなっちゃってると思うんですが、大事に貴重に食べたいと思います。さあ、もうそろそろ配信を終わりにしようかなと思うんですけども、最後キッカちゃんこれ描いての絵を描く時間でもう描いてあるので、アキラックスさん、キッカさんこんばんは。本日9月26日は台風襲来の日といって、統計上日本への台風襲来の回数が多い日なんだそうです。あ、そうなんだ。先日も台風14、15号が上陸し、大きな被害を残しましたが、こういう記念日がある以上、この時期は日本では仕方ないのかもしれません。ということで、今夜のチャーミングキャラリクエストは、台風がこれ以上被害を及ばさないように願いを込めて、台風小僧を描いてみてください。全然小僧感ないですが。さあ、静岡の地域にお住まいの方は気をつけてください。またもし台風17号が来てしまったら、また大変なので。安全に。さあ、ギフト、鍋さん、ありがとうございます。さあ、赤字のプチさん、めっちゃ眠い。おやすみなさい。あ、最後までありがとうございます。
ちゃんぽん今から食べるけんって。ちゃんぽん。定期配信は来週10月だね。あ、そうだ。もうあっという間、もう10月だ。次の配信は、定期配信は10月入ってすぐです。よろしくお願いします。10月2日かな？ 10 月3日か。下半期です。さあ、みんなも明日お仕事頑張ってください。私はなんかすごいね、気圧のせいなのかわかんないけど、すごく眠いので、ちょっと今日も早かったので寝ます。今やっとご飯が食べました。今から食べるな。お疲れ様です。さあ、みんなありがとう。ギフトくださった皆さんもありがとうございます。ナビさん追加でいただいてます。ありがとうございます。あ、釣りに行ったから、日差しにも当たったからすごい眠いです。あ、新月が理由かも、だって。なんか引力に及ぼされてるのかも、体が。眠い、すごく、とにかく。ゆっくりみんなも寝てください。さあ、ありがとうございました。おやすみなさい。お疲れ様です。おやすみなさい。切ります。